しっかりとチームに貢献していく、はい、森川来ました。よく合わせましたね森川選手も、はい、そしてここも森選手のアシストと。アウダは打たない、森川が打った、決まりました。中に入れる、ここはミスになる、うん、さあ横浜走りたいですがどうでしょうか。最後までアウダ行くか、森川空いていた、2本目来ました、素晴らしい。ヘクトン対ユトフ、森川空きました、来ました、来ました、ガッツポーズ来ましたね森川選手。森川スリー来ました、来ましたね森川選手、素晴らしい。森川吠えました、ちょっとなかなか決まってこないと。あとはやっぱりオフェンス面でボールをなくさずにね、しっかりとあのシュートまで上がりきったりとか、まあ、上がりきることによって今みたいに中に、ディフェンスも寄るので、そこでアウトサイドのまた自分たちのオフェンスとしています。森川スリーポイント、このコーター3本目、まだシュートにはいかない横浜、森川空いた、スリーポイント来ました、すごい、最後は森川選手。それでは本日の MVP 賞を発表します。本日の MVP 賞は嬉しいな、9番森川正明選手です。やはりね、この三河戦でこの賞を取るっていうことにどれだけの意味があるか、本日23得点スリーポイント8分の6です。やっと一つ、古巣に恩返しができたかなと思ってます。昨日、まあ、悔しい負け方をして、今日はもう何が何でも勝つという気持ちで、まあ、シュートを、まあ、打ち続けた結果が、まあ、こういう、結果になったかなと、思います。本当にこの2日間、皆さんの、熱い応援、に、背中を押されて、最後まで戦い切ることができました。本当にありがとうございました。